妖怪ウォッチシリーズは今年で7周年を迎えた。今回はそんな妖怪ウォッチシリーズの歴史を振り返っていこう。遡ること7年前。俺の友達デレマン、シロヤ、ショウカ、全ての始まり。シリーズ第1作目となる妖怪ウォッチが2013年に発売。2019年にはスイッチ版に移植された。物語は夏休みのある日から始まる。虫捕りをしていた主人公は森の奥で不思議なガシャマシンを発見。私の名前はウィス、妖怪です。ウィス。ガシャから出てきたウィスパーから妖怪ウォッチを受け取り、妖怪が見えるように。隠れている妖怪を見つけ出すとバトルが発生。他にも妖怪と友達になることもできる。猫の地縛霊ジバニャンなど友達になれる妖怪は200種類以上。友達妖怪と協力してボス妖怪と戦うことも。ボス妖怪との戦いの中、突如登場する謎の妖怪、主人公の冒険をサポートしてくれる。街中では鬼時間が発生することも。うまく逃げつつ出口から脱出しよう。ストーリーでは凶暴化した妖怪による事件が多発。妖怪たちと協力しつつ解決していく。11章では真の黒幕であるイカカモネ議長との最終決戦に臨む。結果倒すことには成功。閉じろ妖怪エレベーター。しかし今後同じことが起きないよう妖怪エレベーターを閉じることに。私たちは元の世界に帰ります。ですが悲しむことはありません。バイバイニャン。きっとまたどこかで会えますよ。バイなら。ストーリーはここで終了。やり込み要素としては虫捕り、魚釣り、横断歩道でのナマハゲとのバトル、クリア後に行ける無限地獄など、いろいろなものがあった。続いて2014年には妖怪ウォッチ2元祖本家、同年冬には真打ちが発売された。前作の続きとなっており、怪しげな者たちによって主人公の持つ妖怪ウォッチが消滅させられてしまう。これにより主人公と妖怪は互いのことを忘れ、普通の日常に戻ることに。ところが
偶然にも妖怪ウォッチを再度入手。妖怪？全てを思い出し、新たな物語が始まる。本作は初代から大幅にパワーアップ。それぞれについて見てみよう。まずは新マップ、桜町、ケマモト村、なぎさき。ゲラゲランド、肝試し、極楽温泉、沢山城が追加されている。続いて新イベント、自転車レース。俺だ。新バスターズ、気まぐれゲート、リズムゲーム、恐怖の赤い箱等大量に追加。中でも最も人気だったのが延々トンネル。トンネル内ではいろいろなイベントが発生する。ストーリーでは60年前の世界へ。そこではカイマという邪悪な存在がはびこっていた。そんなカイマと一人で戦っていたのが主人公の祖父ケイゾウ。祖父は最初の妖怪ウォッチ制作者だったが、過去のトラウマで作らなくなってしまう。終盤ではカイマの元締めであるウバウネが人間界に侵攻。厄介、不快、豪快、難解、破壊といった上級カイマも登場。カイマとの戦いの中でケイゾウはトラウマを克服。世界は友達、全部守れて。行くぞみんな。妖怪と協力してウバウネを撃破。人間と妖怪の絆によって世界は救われたのだった。クリア後にはあやとり様や歌舞伎ロイドンなどシリーズ屈指のボスが待ち受ける。妖怪ウォッチバスターズ赤猫団白犬隊は2015年発売。超大型無料更新としてゲット組も配信された。物語は弱小バスターズチームが最強を目指すもので、アタッカー、タンク、ヒーラー、レンジャーの4つの役割を使って戦うアクション RPG。 妖怪を操作して街をパトロールしたり、ビッグボスと戦ったりできる。ボスの強さはノーマル、超、極の3種類。マルチプレイも可能で参加人数は最大4人まで。協力プレイで戦略の幅を広げることができる。ボス妖怪を瞬殺するものも流行った。ただしチャット定型文が少なく意思の疎通が取りづらい。妖怪の名前で会話する人まで現れた。追加されたボスの中で最も人気だったのがこの妖怪。ウシーオ。
バスターズ内では最強と言われている。2016年には妖怪ウォッチ3寿司天ぷら完全版としてすき焼きが発売。今回の作品では主人公が USA に引っ越しをする。俺は USA にやってきた。俺たちが住む新しい町だ。主な変更点としてバトルがサークルからボードへ、加えて主人公が2人、美空稲穂と主人公を交互に操作していく。行ってきます。追加されたイベントはゾンビナイト。ゾンビに倒されないよう街を救う。バスターズトレジャー。ダンジョンを探索してアイテムや秘宝を入手可能。ただしガーディアンを倒す必要がある。他にもイカダ下り、地下水道、巨大ロボで怪獣と戦う、ピエロタイム、格付けチェックのパロディなどがある。ストーリーは街にやってきた UFO をめぐって展開。 UFO は妖怪の姿を変えて言いなりにする力があり、まさに妖怪ワールドの危機。妖怪ヒーローやバスターズチームと協力して立ち向かう。早く乗って。敵のボスはゴゴゴゴッドファーザー。思ったことを実現でき世界を作り変えようとするが主人公に敗北。最後は力の取り込みすぎで自爆した。クリア後にはダルマ師匠と戦える。2017年は妖怪ウォッチバスターズ2秘宝伝説バンバラやソードマグナムが発売。ネット上では秘宝伝説バグバラヤ、クソード、バグナム、バグの見本市、システムがバスターズトレジャーの流用、私は嫌いじゃない、ストーリーで泣いたわ、泣いてないけどと言われている。実際はというと今でもバグは残っている上にダンジョンがほとんど作業に近い。さらにオンラインは改造だらけ。ここまで言われると逆にやりたくなってきたのではないだろうか。ストーリーは感動するとだけ言っておこう。妖怪ウォッチ4は2019年に登場。冬には完全版も発売。ケイタ君が大人になってから30年後の物語。君が私のお父さん。ケイタとフミちゃんの娘である夏目も登場。何ですと。夏目は友達の秋典とトウマと妖怪探偵団を結成し日々事件を解決していた。妖怪探偵団参上。トーマは上位妖怪である幻魔や剣舞魔人を自らに憑依させて戦う。憑依不動明王不動明雷鳴鉄槌斬り。秋典も幻獣と呼ばれる妖怪より格の高い存在を召喚して戦う。仲間のピンチに颯爽登場。妖怪探偵団団長剣山。
未来の妖怪はメダルではなくアークを使って召喚。ライトサイドとシャドウサイドの2つの姿があり、後者は戦闘能力が高い。ストーリーでは、ソラナキという妖怪が過去を変えることで妖魔界の王であるエンマ大王すら倒してしまう。そこで主人公たちは過去に戻って正しい歴史に修正し、ソラナキに挑んでいくことになる。ケイタ、フミちゃん、夏目、トーマ、アキノリ、シンの6人を操作可能で、バトルはアクション。両国国技館という新マップもあり、そこでは大電流と相撲ができる。完全版ではバスターズも追加された。フル 3D 化した街での冒険を楽しもう。